どうもラムチンです。さあ今日はメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。アップデート来ましたね。新しい超ド級ミッションが追加されてます。星を蝕む巨塔ですね。特にそんなに難しいやつじゃないので、マスターまではトントントンとクリアしていってます。まあメガトンいけるでしょう。行ってみます。それでは行きますね。アップデートによって、ちょっと前、1.1 の時に、下方修正された驚異的な集中力が、あれがね、元に戻ったんだよね。あれが元に戻ったっていうことで、やりやすくなった。やっぱり、あ、俺、ゲージ回復のね、スキルがないと、結構きつかったもん。これね、あれが元に戻ってくれて嬉しいところ。強いか、いや多分そこまで強くはないでしょう。メガトンになったとしても多分ね、そんなに大したことはなく勝てるとは思うんだけども、どうでしょう。今回のね追加されたボスはそこまで大したことはなさそうだね。前のやつが強かったもんね。あいつはマジで強かった。よし、こいつは別に特に何の対策もなく倒していけそうな感じかな。いけ、ナイトグラムがすごくダメージ与えれるので、こいつにはおすすめです。こいつじゃなくてそのボスの方、巨頭の方、あいつにはナイト・オブ・グラムがマジでダメージむちゃくちゃ入るんで入れといた方が間違いないです。こいつも動かなければね、この場にいてくれればそこそこのダメージは入るんだけども、おお入らんかったなあ。いった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 。まあまあなくても全然ショットガンでいけます。いけ。このアイシクルミサイルも戻ったんだよね、威力が。これも 1.1 の時にものすごい弱くなったんだけども、今回のアップで 1.2 でさらに強化されてますな。強化はされてないな。もともとよりも若干弱くなったぐらいらしいんだけども、まあ、それでも全然使っていけるレベルに戻りましたね。いける。おーおーおー、なんだ怖くてビビってきたか。新しく出てくる前に倒せるかな。これで敵が一回バリア発しちゃうと戻っちゃうんだよね。ああいけるかな。どうだ、削りきれ。よっしゃー、ギリギリ。危な。バリア張るとまたね、融合ボスが2体出てくるんでめんどくさいんだよね。 OK、まあ、ショットガンとナイトグラウンドで全然余裕で勝てるっぽいです。メガトン級も全然余裕だね。はい、ということで今日は新しく追加された超ド級ミッション、星を蝕む巨塔クリアしました。楽勝ですね。1.1 で追加された2つがやたら難しかったんで、ちょっと簡単に、設定されてるんじゃないでしょうか。あ、いや違うか。スキルの、修正があって元に戻ったから楽勝なのかもしれない。まあ、とにかく簡単にクリアできるのでやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。